どうもどうもこんにちは、ケンピーです。今回は謎解き講座と題しまして、誰でも謎解きというものが簡単にですね解けるようになる、そんなコツをいくつかに分けて紹介していこうと思います。ということでちょっと先生チックな格好をしているわけですが、私が思う謎を解くコツというのは大きく分けて3つあります。1つ目の謎を解くにあたってのコツはこちら、とにかくたくさんの謎と出会うことです。こちらの謎解きというのはですね、昔流行った脳トレといったものと同じものになります。だからすっごく単純な話なんですけれども、その特殊な頭の使い方を体に覚えさせるという意味で最も効率のいいやり方だと思います。例えばこちら、謎解き公演、脱出ゲーム、ウェブや SNS、 こういった場所にいわゆる謎解きっていうのが今もうイベント化されていたり落ちてたり、具体的に違いを話していくと、謎解き公演と脱出ゲームっていうのが何が違うのっていう話があると思うんですけれども、いわゆる脱出ゲームっていうのはですね、謎解き公演に含まれるものです。例えば皆さん聞いたことあると思うんですけど、リアル脱出ゲームとかって今ね、まあリアルというのはですね、実際にそういった場所にいてですね、例えば部屋に実際に閉じ込められたり、簡単な例で言うと、あなたはこの部屋に閉じ込められてしまいました、60分後にこの部屋に仕掛けられた時限爆弾が爆発してしまいます。どうにか部屋に仕掛けられた謎や暗号を解き明かして、この部屋の鍵を見つけてくださいとか、これスタンダードです。そして中には何から脱出するわけでもないんだけど、謎をとにかく解いてくださいなんてね公演もあるので、脱出ゲームっていうのはだいたい謎解き公演に含まれているというわけです。しかしこれら、初めて謎をやりたいっていう人にはかなりハードルが高い点が2つあります。1点目、値段が高い。まあちょっと検索するとね分かると思うんですけど、1回3000円から4000円の公演がほとんどです。はい、なので気軽にやってみようと思ってもですね、ちょっとねハードルが高い。2点目、成功失敗が分かれる。脱出ゲームとかっていうのはチームを組むんですよ。だいたい4人から6人のチームを組んでですね、そのチームメイトでテーブルを1つ囲んで、もしくは部屋に閉じ込められて危機から脱出するというゲームなので、他のチームメンバーに迷惑がかかるんじゃないかってね、そういう気持ちになってしまうわけです。全然ね、そういうことはないんですけれども、みんなで楽しもうというゲームなのでね。だけれども重荷にならないかっていうねやっぱ気持ちにすごくなるわけですので、最初におすすめするのはこちら、ウェブ謎、そして SNS に落ちている謎。私的にはこれが一番おすすめします。まあウェブ謎なんていう風に検索していただけると、ウェブで遊べる謎解きがあります。あとはまあアプリですね、アプリもいろいろ落ちてます。次に SNS って書いてあるんですけれども、こちら特に Twitter ですね。 Twitter にハッシュタグ解けたらリツイート、こちらで検索するとですね、いくつか引っかかると思います。こちらのいい点は無料でできるところ、そして誰にもある意味迷惑はかからない。ただ、デメリットがあるとすると、どんな方が作ってるかもわからない、時には答えが用意されてない、時には大学程度の数学の知識がいるなんてね、時々あるんですね。謎解きでもね、そういう超難しいのがね。のでもしもそれも怖いということでしたら、テレビ番組は書籍になっている謎解き、こちらから始めるとですね、安全ですね。やはり売られているだけあってクオリティも高く、そしてやっぱメディアでエンターテインメントとして売り出されているということもあって、誰もが楽しめる内容となっております。ぜひこの段階で追っててですね、チャレンジしてみてくださるととってもとっても嬉しいです。では、たくさんの謎と出会うことによってどんな利点があるかっていうのを実践で1個示してみたいと思います。今から簡単な謎を出題したいと思います。こちら簡単な今謎を出題してみました。4時30秒は丸1、8時10分30秒は丸2、2時は丸3、1、2、3は何でしょう。こちらちょっとだけ考えてみてください。はい、こちらなんですけれども、まあ、簡単に解説だけしていこうと思います。謎解きっていうのはだいたい頭の中で何かに変換していくということが大切です。例えばね、こういうのはこうデジタル時計というかに書かれているような、時間なんですけれども、他にはアナログ時計、そうアナログ時計に変換できるのではないかとね、まず変換するとなると思いついたと思います。これらを変換していきましょう。はい、4時30秒こんな形になったと思います。では順番にやっていきましょう。はい、ということでこんな形になったと思います。ではこちらをただの時間ではなく、
遠くから見ていくとすぐ分かったと思います。答えはここの文字の部分を読んでトイレというふうになる謎でした。つまり謎解きっていうのは物事を変換してみる、デジタルをアナログ時計に、そしてその針をさらに文字にっていう、この変換、いかに変換できるっていうこの脳の使い方に慣れてるかってことです。もちろんね、この謎見たことあるから解けるよっていう方もいると思うんですけれども、それもひっくるめて頭の使い方を覚えるという意味で、とにかくたくさんの謎と出会うっていうのは本当に大切なことです。一つ覚えておいてください。ということで、今回はとにかくたくさんの謎と出会うこと、謎が解けるようになるコツでございました。